時々私はそれらの日を覚えています。私は仕事中でした。急に上司から大きな声で地震だ、地震だって聞こえました。港の警報になった時に大きな波が来るから怖がりました。私たちは山の高いところに行けば命を守ることができると思いました。大きなひどい音しか聞こえなかった。家の瓦礫とか車が流された音、終わりだと思った時に次の波が来ました。1週間ぐらいは連絡がつけない状態でした。スーパーに残った食べ物や氷水を飲みました。水管全員に下がった時しか破壊の大きさが分かりました。その時自分が大きな地震だと分かりました。今まで最も怖いことは交通事故でした。私は自分自身が生きて燃えるの恐れがあった時にすごい怖かったです。それはおかしに見えるけど、車の事故は津波より怖いです。